角田秀夫君、委員長。はい、角田君。公明党の角田秀夫でございます。本日も、質問の機会いただきまして、感謝申し上げたいと思います。通告した順番と前後しますけれども、はじめに、子どもの健康と環境に関する全国調査、エコチル調査について、質問をさせていただければと思います。化学物質などが、子どもの健康、成長に与える影響を解明する目的で、2010年度から、全国で、調査が進められておりますが、この調査によって、子どもの化学物質等の暴露とアレルギー疾患など、健康影響との、関連が、明らかになるなど、有益な知見が数多く得られていると伺っております。10万組という、多くの親子を対象とした大規模な追跡調査は、世界的にも珍しく、子どもの健康を守るために必要な科学的根拠を得るためにも、大変重要な、調査と考えます。当初、13歳になるまでとしていた調査期間を、今回40歳程度まで、調査を継続することになりましたが、調査期間を延長する理由、それと、期待される成果、についてお伺いしたいと思います。環境省、上野田大臣官房環境保健部長。お答えいたします。2010年度のエコチル調査開始時に作成しました基本計画では、調査対象が12歳までとなっていることから、昨年7月に健康と環境に関する疫学調査検討会を立ち上げ、13歳以降の展開等について検討を行ってきたところでございます。本年3月29日に公表された検討会報告書では、胎児期の化学物質への暴露と不妊症、生活習慣病などの思春期以降に発症する疾病等との関連や、参加者の子どもの次の世代の子どもへの健康影響等を明らかにすることが期待されることから、13歳以降40歳程度まで調査を展開することが適当とされております。今年度中に13歳以降の調査実施に向けた基本計画等を作成することとしておりまして、これらの取り組みを着実に進めてまいりたいと存じます。角田君。これからさらに30年程度と、長期に及ぶ調査を継続する上で、膨大なデータの収集と、その整理や、調査によって得られた成果の活用など、体制の充実も図っていく必要があると考えますけれども、この調査継続にあたっての課題と、それに対する今後の対応についてお伺いしたいと思います。山口環境大臣。このエコチル調査は、今、国土交通大臣をされている斉藤鉄夫さんが環境大臣の時に始められて、非常に良かったと思います。で、したがって、これを延長してっていうこと、そのデータも活用がさらに進むようにっていうことで、今回、このエコチル調査により収集している生態資料の分析結果等の膨大なデータは、今後の調査継続によりさらに集積が進むことが見込まれていますので、これらのデータがより幅広い分野の研究者等と共有されることにより、さまざまな研究に活用していただき、その研究成果を積極的に社会還元していくことが重要と考えています。このために今月1日、国立環境研究所エコチル調査コアセンターにデータ共有部門を新設し、そこに専任の職員を置くことにしました。で、体制の充実強化を図らせていただいたところです。その意味で、この調査の成果を、健康リスクを低減するための啓発、あるいは国民の行動変容の促進、社会のリスク低減対策の促進、さらには国際貢献等につなげてまいりたいと思います。角田君、ありがとうございます。子どもの、これからの世代、子どもの健やかな成長のためにも非常に重要な、事業であると思います。また一方で、息の長い事業でもあるわけですので、必要な体制をしっかり整えて、これから、進めていっていただきたいということを要望させていただきたいと思います。次の質問に移りますけれども、合併浄化槽の、整備について、質問をしたいと思います。飼料と合わせて雑排水も処理する合併処理浄化槽は、生活環境の改善、公共用水域の水質改善を図る上で、重要な役割を担っており、特に住宅等が散在して、下水道などによる、集中的な処理が効率的でない地域での、整備の推進と、適切な維持管理の確保が求められていると思います。
分散処理方式である合併処理浄化槽は、その機能を十分に発揮するために、継続的な維持管理が不可欠となります。この点、法定検査の受検率を見てみますと、設置時に行う7条検査の受検率こそ、令和元年現在、全国で 94% に達しておりますが、毎年実施することになっている11条検査の受検率は、単独浄化槽を除いた合併浄化槽のみに限ってみても、62%、6割程度にとどまっています。さらに都道府県ごとにこの受験率を見てまいりますと、地域によってかなりばらつきが大きくなっております。整備の効果が継続して十分に発揮されるために、受験率向上が大きな課題となっているようですが、まずこの受験率、地域によって大きな差が生じている理由についてお伺いしたいと思います。環境省室石環境再生資源循環局長、お答え申し上げます。ご指摘のとおり、浄化槽がその機能を十分に発揮するためには、法定検査、大変重要でございます。法定検査の受験率は徐々に上昇してきておるものの、令和2年度においては、浄化槽全体の受験率、単独処理浄化槽を含む場合で、全国平均 45.7% ということで、先生おっしゃったとおり、合併処理浄化槽を限っても66割台ということでございます。一部の県では法定検査の受験率が9割を超えているような水準となっているところもございまして、これらの県では浄化槽台帳システムを整備する、それから保守点検清掃法定検査の一括契約を行う、未受験者に対しての受験勧奨などに関係者が連携して取り組んでいると、そういった理由がございます。環境省としては未受験の浄化槽を的確に把握するためにも、引き続きその浄化槽台帳システムの整備を促進するとともに、行政指定検査機関や関係業界等の連携促進による受験手続きの円滑化等に取り組む都道府県等に対する支援を進めていきたいと思います。委員長、角田君。この浄化槽について、適切な管理を確保する目的で、令和元年の法改正で、都道府県に浄化槽台帳の作成が義務付けられましたが、いまだ未整備の県も8県あり、まずは台帳の早急な整備が求められます。ただ、整備されているところでも、正確かつ最新の情報が反映されたものとなっているかどうかが、最も大事なところだと思いますが、特にこの点について、浄化槽を廃止した際に提出しなければならない、使用廃止届が未提出のために、台帳上は残り続け、実際の設置基数と大きな隔たりが生じているとの指摘もあります。そもそも使用廃止届の提出は、平成17年の法改正によって規定された内容であることから、法改正以前に廃止された浄化槽については、廃止の有無が不明確であるという現状があります。その多くは現在、364万基存在しているとされる単独浄化槽と考えられ、受験率が極端に低くなっている地域では、その分母が実際よりもかなり大きくなっているからではないかとの意見もあります。実際に設置されている単独浄化槽については、合併浄化槽への早期の転換を働きかけていく必要があります。いずれにしても、本当にあるのかないのかよくわからない台帳では意味がありません。合併浄化槽の整備促進と適切な維持管理を確保するために、指定検査機関や保守点検業者、清掃業者の協力を得て、さらには臨時の検査員も動員して、全国的にしっかり調査を行う。そのために国も支援を行うべきではないかと考えますが、見解を伺いたいと思います。あわせて、台帳管理は下水道事業を実施し、浄化槽設置、維持管理の等の取り次ぎ窓口ともなっている、市町村が担うことが、最新かつ正確な情報を台帳に反映する上でも、理にかなっていると考えますが、この点についてもあわせて見解を伺いたいと思います。室石局長。お回答申し上げます。委員ご指摘のとおり、浄化槽台帳、大変大事でございます。この台帳整備にあたりましては、各都道府県等において市町村や浄化槽関係業者とも連携しながら、ご指摘のような浄化槽の設置維持管理情報はなくなってしまっているとかです、そういったことについての精査データ化等の取り組みが行われておりまして、これらの取り組みについては環境省ではですね、循環交付金により支援を行っておるところでございます。
また後半の方でございますが、浄化槽台帳の整備を含む浄化槽の維持管理に関する事務は、浄化槽法上は都道府県と保健所設置士の事務というふうにされておりますけれども、ご指摘のとおり、浄化槽台帳の整備にあたっては、市町村が果たす役割、大変大きいというふうに認識しておりまして、市町村をはじめとした関係者との連携が大変重要でございます。関係者としては引き続き適正な台帳整備の推進のために浄化槽に基づく法定の協議会の活用等を通じて関係者間の連携強化を促してまいりたいというふうに思います。鶴田君。こうした面について国としてもしっかりと、十分な支援を行っていただきたい、またそのために、交付金等についても必要な額をしっかりと確保して進めていただきたいということを要望させていただければと思います。浄化槽、合併浄化槽は、近年では、災害時にも機能を維持しやすいことから、災害対策としての取り組みも進みつつあります。私の地元でも、2019年の台風災害で、防災拠点や広域避難所のトイレが、停電によって長期にわたり使用できなくなった教訓から、浄化槽維持管理団体と災害時に市が所有する発電機を使って、ポンプを復旧させ、トイレを使用できるようにするほか、汚物の緊急処理などを内容とする災害時の協力協定を締結する自治体も現れてきております。災害時の停電や断水の場合でも、電源は自家発電によって賄える、流す水についても別に水道水質基準を満たしている必要はありませんので、生活用水確保のための防災井戸や学校プールの水でも機能を維持することが可能です。災害対策としての避難所等への合併処理浄化槽の整備は、積極的に検討されるべきと考えますが、このことは合併処理浄化槽で整備すべき区域はもちろんのこと、とりわけ人口が密集している地域、下水道整備地域でも積極的に検討すべきであるというふうに考えます。パイプラインで一箇所に汚水を集めて集中処理する下水道のシステムは、人口が密集している地域では、平時は最も効率が良いシステムですが、地震等で被災した場合、その影響が広範囲に及ぶという面があります。それが端的に示されたのが、一つには阪神・淡路大震災であったと思います。震源のすぐ近くにあった下水処理場が破壊をされた、本来は壊れるはずがないと思われていた施設が破壊をされ、それによって数万、あるいは数十万の影響が出たと。いうこともございました。で、この災害拠点におけるトイレの重要性というのは非常に高いと思っておりまして、どんな場合でも自律的に機能する、そのために合併処理の浄化槽についても整備を前向きに検討すべきというふうに考えております。下水道整備区域で災害対策として合併処理浄化槽を整備することについて、この点についてどのように整理をされているのか、工業下水道を所管する国土交通省に見解を伺いたいと思います。国土交通省上松水管理国土保全局下水道部長。お答え申し上げます。下水道が地震により被災した場合、公衆衛生や公共用水器等の水質汚染等に重大な影響を及ぼすことから、下水道施設の耐震化等の地震対策を進めているところでございます。で、実際に耐震化を実施した水道施設においてはですね、これまで大規模地震で機能障害がほぼ生じていないことから、耐震化対策が極めて有効だと思っております。このため下水道の整備済み区域においても、災害時において重要な役割を果たす避難所や災害防災拠点に接続する環境、あるいは処理場のですね、耐震化を優先的に推進することとしており、いわゆる防災減災国土強靭化のための5カ年加速対策も活用し、重点的に支援をしているところでございます。また、耐震化が未要な区域で被災した場合については、仮設ポンプ等の応急資機材の確保等を定めた、いわゆる BCP、業務継続計画に基づき、水道施設の早期復旧に努め、下水道が果たすべき機能を維持してまいります。その上で、下水道の整備済み区域において、避難所に合併浄化槽を設置することについては、通常時に下水道を使用することなどを前提に認められており、これを設置するかどうかは、各市町村において適切に判断されるものと認識しております。鶴田君。ということでありますので、環境省としても、災害対策としての合併浄化槽の活用について、しっかりとまた広報啓発を行っていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に斉藤アレックス君。